枢機卿は、カトリック教会における教皇の最高顧問である。重要な案件について、教皇を直接に補佐する、枢機卿団を構成すると同時に、個々の枢機卿は、教会全体に関わる、日常的な職務について、教皇を助ける。正式な称号は、聖なる、ローマ教会の枢機卿で、枢機卿、カーディナルという言葉自体は、ラテン語の、カルド=帳外に由来している。これには、枢機卿が、教会にとって、帳外のように重要なものという意味がある。継承は芸家。枢機卿は、原則として、司教の除外を受けた聖職者の中から教皇が自由に任命し、任期は設けられていない。また、教皇選出選挙、コンクラーベの選挙権は、枢機卿だけが持つ。これらと関連して、教皇没後等の使徒作維持には、教皇庁の運営を指導する役割も担う。使徒作維持の枢機卿団の職務と、教皇選挙の詳細については1996年に発布された、使徒章、ウニベルシ・ドミニチ・グレギシで規定されている。13世紀以来、枢機卿は、緋色、カーディナルレッドの聖職者服を身にまとう習慣がある。緋色は、信仰のためならいつでも進んで命を捧げるという、枢機卿の決意を表す色である。教会法典第350条によれば、枢機卿には、以下の3つの位階が存在する。これらは、カトリックの聖職位階である司教、司祭、助祭とは直接関係のない、意味の異なるもので、司祭枢機卿や、助祭枢機卿であっても原則として、枢機卿は、司教の除外を受けた聖職者中から選ばれるので、実際にはすでに司教除外を受けているものがほとんどである。枢機卿の起源は、5世紀の教皇がローマに在住する、司祭、助祭のあるものを、自らの顧問団に任じたことであるとされる。その後、ローマ教区が拡大し、ローマ周辺に、ローマ教区に属する司教区が設られると、その司教たちも、枢機卿団に加えられた。これらが、司祭枢機卿、助祭枢機卿、そして、司教枢機卿のルーツである。当初の目的を果たすため、枢機卿は、ローマとその近郊から選ばれるのが通であったが、教皇の権威が増していく中で、ローマ以外の地域からも枢機卿が選ばれるようになっていった。教皇は、初めから、枢機卿団によって選出されていたわけではない。古代においては、教皇は、ローマ市民によって選ばれていた。中世に入って、教皇の選挙権は、枢機卿団のみが持つというシステムが構えされていった。正法教会の歴史の中で、司教団にこの権限を委ねようという動きが出たこともあったが、結局実現しなかった。中世に入って、枢機卿団が、教皇宮廷の貴族のような色合いを持ち始めると、枢機卿は、信者の男性であれば、誰でも任命されうるものとなり、聖職者でない者も、枢機卿団に加わっていた。例えば16世紀の著名な枢機卿、レジナルド・ポールは、司祭除外を受けるまでに18年以上も、枢機卿職を務めていた。逆に、イングランドとフランスでは、宰相あるいは、主席閣僚を、枢機卿が務めていた時期があった。例えばイングランドのトマス・ウルジー、フランスのリシュリューやマザランがそれにあたる。教皇庁も枢機卿が国政の中枢にいることのメリットからこれを黙認していた。現代では最低限の条件として司祭であることが必要とされており、通常は司教団から任命される。司祭が枢機卿に任命される場合は任命後に司教除外を受けることが多いが、最近の例では2001年に枢機卿に任命されたイエズス会士アベリー・デュレスが枢機卿任命時に司祭であったが、これを理由に司教除外の免除を願い出て許されている。13世紀初頭にはわずか7人しかなかった枢機卿団であるが、16世紀に入って急速にその規模が拡大したため、シクストゥス5世の時代に枢機卿団の人数に70人という枠が設けられた。内訳は6名の司教枢機卿、50名の司祭、枢機卿、14名の助祭枢機卿である。20世紀に至るまで、この制限は守られていたが、ヨハネ23世は、この制限を解除し、枢機教団を増員した。次いで、パウロ6世は、教皇選挙の有資格者を、使徒ザクーイ8世紀時点で80歳未満の枢機卿に限り、その人数は120人までという制限を設定した。これは、必然的に80歳未満の枢機卿の定員である。以後、有権枢機卿の任命は、この120人という枠を念頭に置いて、その欠員を補充するために数年に一度のペースで任命が行われるようになった。ただし、枢機卿団の年齢構成を考慮してか、120人を上回ることも何度か発生している。新たな枢機卿の任命時点で、有権枢機卿の人数が120人を上回っても、次回のコンクラーベを迎えるまでに80歳以上となって選挙権を失う枢機卿が多数発生するため、有権枢機卿の定員については特に問題はないとされる。また、この規定を逆手にとって、顕著な功績のあった80歳以上の聖職者の名誉的な枢機卿任命も行われるようになった。現在の主席枢機卿は、アンジェロ・ソダーノ枢機卿、名誉国務長官であるが、2007年に80歳を超えて選挙権は失っており、2013年の教皇、選挙本番は不参加となった。歴史上、日本国籍保持者の枢機卿は、以下の6名がいる。なお、土井は1963年の白柳と、浜尾は2005年のコンクラーベにそれぞれ参加している。田口と里脇は存命中にコンクラーベの開催自体がなかった。2018年6月時点で唯一の存命者である前田は最長で2029年3月2日までコンクラーベへの参加義務がある。枢機卿は神父の衣をまとうことからヨーロッパ諸語ではカーディナル、枢機卿は赤の代名詞となった。生物学では、賞状交換帳、アメリカ、メジャーリーグのセントルイスカージナルスの球団名の由来、カージナルテトラの例のようによく使われる、日本語では、賞状が使用される。カクテルの一種、カーディナルは、赤ワインをベースにクレームとカシスを混ぜたもの。赤ワインでなく白ワインを用いたものはカーディナルではなく、キールである。欧米諸国では、黒幕的な官僚や、政治家を灰色の枢機卿、エミノンスグリーズ、灰色の芸家と呼ぶことがある。これは、フランスの最小リシュリュー枢機卿の片腕だった、修道士、フランソワ・ルクレール・デュ・トランブレーに由来する、灰色は、修道士の服の色である。トランブレー自身は、枢機卿ではない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。